宮城駅は長野県上稲郡辰野町大技稲,稲富にある東海旅客鉄道飯田線の駅である短式ホーム一面一線を有する地上駅ホームは本線の西側にある稲市駅管理の無人駅で駅舎はない出入り口は下り方向端にありホーム中央付近に待合所がある簡易委託駅であった頃には現在の待合所区にあった駅舎で 入場券を含む、後券の切符を販売していた。長野県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅前は東西に並木道路が整っており、商店もある。並木道路を東へ向かうと、天竜川を越え、辰野町立辰野中学校、徒歩15分程度で辰野町立辰野東小学校、新州法南短期大学、 長野県道19号稲辰の停車乗船、中央自動車道辰の PA につながる。道道路を西へ向かうと、辰の町立辰の日小学校があり、徒歩10分で国道153号と交差する。北西側は、辰の宮城郵便局を越えて、長野県辰の高等学校まで徒歩10分。北には、デリシア辰の店、島村辰の店があり、 南側にはいくつかの工場が集積している。かつて、駅東側にパルプ工場があり、製紙工場特有の匂いがホームにも漂っていた。駅西側に菓子製造工場の米玉堂食品があり、香ばしい匂いがホームにも漂っている。国有館以前は、東駅と辰野駅の間に西町駅が存在した。ありがとうございます。